エマコレクション第41回はおとぎ話の主人公と幕末の英雄ゆかりの竹の部稲荷神社の絵馬をご紹介します。京都駅からのアクセスをご覧ください。6206系統、壬生捜査場前下車、徒歩約5分です。平安時代初期、この地は延命院という藤原の吉助公が設立した医療施設でした。そして竹の部稲荷神社はその延命院の守護者でした。藤原の吉助公は西三条大臣と呼ばれており、あのお椀の勇者一寸法師が仕えた人、龍馬にまで登場する吉助公、この人柄が忍ばれます。そしてもう一人、幕末の英雄坂本龍馬。妻のお龍の父は勤皇派の医師、その父は竹の部稲荷神社に隣接していた六角奥社に収監されていました。龍馬とお龍は御神木に登って奥社内の様子を伺ったようでした。その後、身を隠した龍馬はお龍に無事を伝えるため、この御神木に龍の字を彫ったと伝えられています。御神木の絵の木は縁の木とも呼ばれ、縁結びのご利益があるとされています。二人の出会いについては諸説ありますが、龍馬とお龍もこの縁の木の力を授かったのでしょうね。一寸法師と坂本龍馬ゆかりの絵師を竹の部稲荷神社の絵馬、いかがだったでしょうか。気に入られたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ややでした。